はい2996回始めます。7月3日です。はい、2回目です。さっきね、これ喋ったんだけどね、音声が全く入ってなかった。やっぱ慣れてないな。このね、これ、ピンマイク。これ、見えます <laughs> このね、青いのがね、さっき点滅してたのよ。それだったね。うん、青いところね、これ。うん。いや、今回ちゃんと入ってると思うんだけどな。いやー。 何かこう変えるとねトラブル起きるんだよね、うん、2回目私基本的に2回とかしゃべりたくないから疲れるから時間もないし、うん、しょうがないよ音が全く入ってないんじゃないこの動画意味ないから <laughs> 暗闇で私がただなんか <laughs> 言ってるだけなんかな動いてるだけみたいなしょうがない動画になるからねこれしゃもう一回しゃべりますよ「クローズアップ現代見ました、えー」これ面白かったねテーマが良かった「使うほど富が流出すると」 どうする巨額デジタル赤字っていうことで、ね、日本昔はね貿易立国っていうことで自動車とか家電とかねバン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 世界中に売ってまあ原油とかね鉄鉱石とか買ったって原料を輸入したってもうめちゃくちゃ黒字みたいなねもう十何年連続二十何年連続黒字みたいな感じで世界からかれてたんだけど状況は一変したねねえ時が経つと変わるもんだね本当に。 今はもう巨額のデジタル赤字ということになってますということでこれはまあ知ってたんだけどあのあんまり取り扱われてないからねこれは NHK さすがうんいいとこに目をつけたっていうことですよ。今電子決済とかねオンライン会議とかデジタル化が進む一方を深刻な事態が起きてるとそれがデジタル赤字だっていうことでねあのデジタル分野の国際収支去年ね去年2023年日本 デジタル分野の国際収支の赤字マイナス5.3兆円ということで5兆3,000億円が赤字ですよ。うん、でちなみに去年のインバウンド2023年の日本のインバウンド黒字これが3.6兆円の黒字なんで3.6兆円インバウンドでプラスになってるけど5.3兆円デジタル赤字で赤字だったらこれインバウンドのプラスの分をすべて 帳消しにしてるっててね帳消しにしにもまだ足りないってぐらい赤字があるとこのデジタル赤字なんぞやって言ったらあのまあね例えばオンライン会議のズームってあるよねあれとか電子決済の PayPay とかねいろいろあるよねあとあのサブスクネットフリックスだのアマゾンプライムだのあ YouTube プレミアムだのそういうやつですよサブスクのこれみんな結構若い人中心にね 若い世代中心に使ってるよね私サブスクなんてつい最近、うん、ずっとやってなかった私は、うん、あのネットフリックスとかそういうの時間もないしね見る時間もないし、うんあのま、ー、だにねあの新しい映画見ようと思ったら DVD 屋さんに行って DVD 借りてくるっていうねアナログな人なんだけど。 あのみんなねサブスク使ってるねネットフリックスとか私はちょっと時間ないんだけどね最近、うん、私1個だけ最近やり始めた YouTube プレミアムこれだけです、うん、今私こうやって YouTube で喋っててお世話になってるっていうのもあるしあのまあ、YouTube 結構見るからね広告うざいなっていうのあって YouTube プレミアム入りました、うん、あれはね便利っていうことで私もやっぱりデジタル分野赤字ですよ明らかにね ままあまあ,まあいいや、うん、こうしたサービスがなければ立ち行かない日本企業の実態があるとね経済界からはデジタル小作人っていう言葉も飛び出てるっていうことでねデジタル小作人、ねあのー、昔の小作人ねあのー、地主さんから土地借りてねあの野菜とか畑とか米とか作らせてもらってるっていうかその小作人ねいうような感じですよ。うんいうことで 便利さと聞き換えに膨らむデジタル赤字これがもうシャレになってないと。でスマホが発達してね動画配信サービスとかが発達したとで。あとアプリとかのサービスの使用量ねこれもうインバウンドのねさっき言った黒字の部分が全部吹っ飛ぶ以上の赤字があるということ。デジタル赤字は日本のあらゆる企業にとってもう無視できない存在になっているということで例えばね番組の中で。 あのレンタルバスターズっていう会社の専務の佐川一平さんっていう方が出てきてねこのレンタルバスターズっていう会社ではあのマイクロソフトの製品をかなり使ってるとうんでえ毎年のようにマイクロソフトの使用量ねこれ上がってきてて去年は15%今年は20%使用量が上がったとまあ今の円安もあるんだけどね円安の影響もあってもう毎年値上げ値上げみたいなことになってうん。 いやいや、他のに変えたいんだけども、他のがいいのもないっていうのもあるし、国産の何かいいのないかって言ったらないしみたいな。で、変えるって言っても、今までこのシステムにどっぷり使ってるから、今さら変えられないっていうのもあるってことですよ。ただ、経営者層側からすると、この毎年値上げされる、このマイクロソフトの使用量、これがやっぱり経費膨らんできて、頭が痛い問題だみたいなね。でも変えるに変えられないみたいなこと言ってましたよ。うん、そうだと思うよ、これ。 だからね本当は国産の日本国内のね似たようなのあればいいんだけどもう特許とかでかなり抑えられてるんでしょ、これ。ということあと、クラウドサービスの拡大国内クラのクラウドサービスの売り上げ、ね、日本国内のクラウドサービスの売り上げが海外企業,企業の視野が 6, 6割以上ってことでこのクラウドサービスの方ももう海外勢主にアメリカだと思うけどねアメリカの視野がアメリカとか海外の視野が6割以上になってると。 でこれからどうなるんだというので、鍵握ってるのは、まあ、これから成長分野の AI なんだけど、AI の分野もこれね、海外のね、NVIDIA、ね、一強状態よ。とかね、NVIDIA だけじゃないけど AI、AI、うん。日本勢、太刀打ちできんのっていうことですよ。これからね、AI ね、ねどんどん進んでって、発達してって、この分野でも、まあ、おそらくやられちゃうと思うんだけど、ね。 変わっっってててくるかもししれないよってこと言ってましたねあと海外の IT 大手への依存が高まっているとでここで専門家の方出てきた西門直樹さんねこの方、うん、海外の IT 企業への依存ねデジタル著作人みたいなことになってるけどもこれ懸念が3つあると1つは富の流出ね日本人が蓄えてきた富日本企業がこれまで蓄えてきた富これが どどどどん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 少しずつこのデジタル赤字で国外に流出するっていう富の流出あと2番目、支配構造ねあのマイクロソフトなり Google なりのシステムを作っねサービスとか使っているといろんな情報を抜かれちゃったりとかねなんかままあサービス、まあ、そういうセキュリティとかしっかりしてると思うんだけどもあのー、使わせてもらっていること,とことで、ね、なんか支配されてるみたいなね。ねうん サービスの中核分野を全部握られちゃってるみたいなね、うん。下手したら情報も取られちゃうんじゃないかとかね。そういう支配構造の関係にあると。支配する側、される側みたいな構造になっちゃってるというの。あと最後、安全保障3つ目言ってましたね。懸念される事故、安全保障。ねまあ、日本とアメリカはね今、同盟関係だしまあ、戦争とかにはならないと思うからまだ安心だけど。 あの例えばこれね中国企業が作ったアプリとかね韓国企業が作ったアプリサービスなんかを日本企業が使っちゃったりなんかすると「やれ竹島問題だやれ尖閣で」とかね「やれ台湾有事だ」っていう時にね国際戦争とか紛争とかが起こった時によ、うん、ねあうちのもうあのアプリ使わせませんとかね。うん、あのー うちの回線使わせませんとかうちのクラウドのサービスはもう全部使わせません敵国、および敵国企業にあのうちのサービス使わせませんみたいなことなんでねそういったあの道具にされるんじゃないかっていうね安全保障の心配もあるよね、これね。うんはい、あと、いろんなね最先端の技術なり情報なりを盗まれるっていう危険性もあるしねということでこれだけ懸念事項があると赤字だけじゃないよとね富の流出、あと支配構造安全保障の問題。 これだけ問題があるよと言ってましたねあのー、で西門さんはまあ古作人は小作人でも稼げる小作人になったらどうだみたいなこと言ってましたけどまあまあまあ、あのー、番組ではねあの旅館ね伊豆かどっかの旅館だったねあそこでねあのアプリ新しいアプリ使ってまあ旅館の業務の効率化進めてねあのー、利益をかなり出すようになってると。 いうこと言ってましたね小作人は小作人でもそのねあのー、デジタル技術使って一気に、うん、変貌できるよと、ね、旅館とかそういった昔からある非デジタルな産業ほどこのデジタル分野でのアプリとか何とか使うことによって効果たか高まるんじゃないかみたいなこと言ってましたねうんあとまあまあまああと国産のデジタルサービスねこれうん 期待されるんだけどなかなか海外の企業にはねかなわないっていうのはあるよ、うん。あとこれから国産の AI とかねあとクラウドサービスなんかでは桜インターネットなんかが今ねあの日本のあのクラウドサービスの中では、まあ、クラウドで言ったらオラクルとかそういうところでしょアメリカのね amazon とか。うん マイクロソフトだってやってるしその中で日本企業唯一今桜インターネット期待されてるみたいだけど、まあ、海外税に対抗できるのか同じような水準のサービス提供できるのかね、うん、桜インターネット、うん、まあまあ国産 AI とかね期待されるね、うん、もう研究開発費紹介されてたけどこれ見るだけで一目瞭然いかにアメリカの GAFA と言われるような企業がでかいっていうかね太刀打ち寄せできないかあそこにっていうのはこれ見るだけで一発よ。 去年の2020あ一昨年か、2022年の日本とアメリカの企業の研究開発費比べると、日本は172社で研究開発費、これデジタル分野かな、14.2兆円って言ってたね、14.2兆円、うん、日本、172社で14.2兆円、アメリカ、片やアメリカ、大手5社、グーグル、アマゾン、メタ、マイクロソフト、アップル、メタっていうのは、フェイスブックとかインスタグラムのとこだね。 ね、アメリカは大手5社、グーグル、アマゾン、メタ、マイクロソフト、グー、アップル、ここで26.6兆円、5社で26.6兆円、アメリカ、日本、172社で14.2兆円ということで、日本を172社が束になっても、大手5社、アメリカの、ここの研究開発機の半分ぐらいですよ、半分ぐらい、うん。いや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 、これじゃかなわないよ。<laughs> っていうことだけどもまあまあまあ、あのー、日本ねうんまあね今はこうだけどねまあでもこれ日本だけじゃないよ、あのー、韓国だって台湾だって、あのー、EU だってそうだけど EU ももうこのアメリカのね大手にやれまくってるからデジタル赤字でどうにかならんかねって言ってるからまあ日本だけじゃないんだけどまあね日本からねグーグルアップルみたいなの出てくりゃいいけど。 出てこないよね、なかなかねうんはい、だからあの、まあ、中国とかはねあの米中摩擦っていうのもあって中国は中国だけでグループ組んでやってるから、うん、あのもしかしたら対抗できるのかもしれないけど西側にいてねいろんな貿易のルールとかあの枠組みの中でやってったら日本は。 IT の分野でアメリカに対抗はできにくいよね。ちょっとこの研究開発費見ただけでもちょっと無理無理って感じするんだけどね。でもまあ無理無理言わずにね。桜インターネットとかね。あと AI のね。魚 AI とかありますね。今ユニコーン企業でね。そういうところに頑張ってもらいたいなと思いますよ。はい。ということで2回目しゃべりました。ちゃんと取れてるかな今回。うん。はい。えっとクローズアップ現代。使うほどに富が流出。どうする 巨額デジタル赤字っていうことでね日本デジタル赤字もう半端ない額になってきたよともうこれのおかげでも毎年毎年日本の国際収支は赤字ですよという感じになってます終わりますチャンネル登録高評価お願いしますよろしくお願いします失礼します